こういうのドーンと浮かんできました。イエイ。はい、今回ですね、香川県の高松市までやってきました。高松といえばうどんなんですけども、うん、そうです。今回は家系ラーメン、はい、しかも吉村直系の直系でございます。あのお店に行ってみたいと思います。はい、あやちゃん初訪問初めてでございます。行きます。はい、ゴー。来たはい、そうです。前回は来なかったんですけど、はい、初めてです。はい、でもお見かけしたことありますね。ありがとうございます。はい、
食べてきました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。初めてということで、うん、思ったよりもかなりマイルドな豚骨感でした。はい。結構、うん、待ったのにびっくりしたんですけども。あれ中に入ったらあんなに人が待ってると思わなかったもんね。うん、混んでましたね。めちゃめちゃ混んでたね。うんうん、で若いお客さんがすごい多かったですよ。確かに。うん、なんだろうね。やっぱちょっと客層が地方によってこんなに違うのかというぐらい。男性も多かったんですけど、でも女性もね、うん、いたりして、うん、結構なんていうのかな、若者に支持されるっていう感じのお店でしたね。で、自分は今回で3回目の訪問なんですけども、うんうんうん、ラーメンはもう本当にいつも通り、まあ、直系の味っていうか、うん、まあ、家系ラーメンの感じの ね、うん、ね、ラーメンなんですけども、うん、今回初めて、かしわ丼。あ、柏バター丼っていうのを食べてきたんね。すごくなんかバターの香りが、うん、置かれた瞬間にふわーってこう広がってきて、うん、結構なんていうんですかね、攻めた感じの、そうですよね、ね、うん、ご飯物っていう感じしましたね。だから、うん、かなりボリューミーでしたよ、うん、家系ラーメンと柏バター丼、うん、この2つを食べるっていうのは、うんうん、いやかなりジャンクな感じにこっちの方のソウルフード、うん、あ、ということをね、うん、なんか聞いたんでちょっと食べてみたんですけども、うん、結構がっつりしたものを食べるんだなと思いましたね。あのバター醤油っていうのがまたちょっとこう一アレンジっていうか、うん、あれでかなりなんていうのかな、コクとボリュームをこう増すっていう感じでしたね、うん、もしかしてあれのこのボリュームのすごさで、うん、余計このラーメンの方がわりかしマイルドに感じてしまったのかなと思うぐらいのなるほど、うん、すごいパンチのある、うん、パンチがありましたね。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。